福岡市から車で40分の宮若市。山と田んぼに囲まれたこの地域に、日本でも最先端のデジタルスーパーがあります。看板にはトライアル GO、 おにぎり59円、2リットルの水が6本で294円と圧倒的な安さ。人気の惣菜コーナーのこちらのカツ丼、なんと299円。と思ったら値段がさらに239円に下がりました。デジタル値下げです。天井に設置されたこの小型カメラ、このカメラが商品の売れ残りを管理し、 AI 人工知能が値下げを判断しているんです。トライアル GO ではこの小型カメラを100台以上設置、常に陳列棚を見張っていて、商品の補充する量やタイミングもデータをもとに判断し、廃棄ロスの削減に役立っています。昨今の情勢でいけば、やはりメーカーさんはやっぱり商品の値上げする原材料集まらないからしょうがないですよねっていうところもある分、やっぱりそこデータ駆使し、それだけ物が上がることが分かった上で、ちゃんと適切なものの製造発注でお客様への消費っていうことがなれば、それこそ適正価格ができるような環境をデータ使ってやっていかないといけないっていうのも。さらにこちらのセルフレジできました。顔をスキャンします。顔認証による決済システムです。顔情報と生年月日を事前に登録することで、顔パスで買い物ができるのです。この通りレシートが出てきました。お買い物完了です。ありがとうございました。このデジタル化により人件費を 25% 抑制するなど、店舗の運営費の削減でトライアルの特徴である激安も保っています。トライアル GO の隣には吉川小学校、実は廃校で、今はトライアル GO の重要拠点なんです。教室の看板にはカルビーや P&G など大手メーカーの社名が並んでいます。都心のですね、お客様だけではなくて、やっぱりその地方に住まれているお客様、そういうところも含めてやっぱりこう理解していこうと思うとですね、現場をすぐ活用させていただいて実証実験ができるっていうのが非常に魅力的なところでもありますし、こちらではサントリーの社員とトライアルの社員が一緒になって話し合いをしていました。ここはメーカーと小売りが垣根を越えて客の購買データを集め、販売戦略に生かす日本唯一の施設です。すでに成果事例がこのアルコール飲料の棚に。サントリー種類は高齢者の多い地域とあって、当初ビール類がよく売れると見立てていました。しかし予想外にですね、やっぱりオープン当時から甘い系のチューハイが結構、売れていくっていうところがありましたので、この潜在需要みたいなものがこう数字として見えてきたっていうのは、まあ、発見でした。常識をデータが覆しました。それまでの概念って東京のその都心でやった方がいいねみたいなものあったと思うんですよね。フィードバックもらえる環境っていうのがやっぱそもそも一番大事だよね。消費者の年齢層や商品の好みは地域によって様々ですから、売上を確保して成長していくためには、小売りとメーカーが垣根を越えてデータを共有分析することが、新しい店舗の設計ですとか新商品の開発といったイノベーションにつながっていくんだと思います。田んぼに囲まれたこの地から買い物の未来が広がります。ご視聴ありがとうございましたけど。